本日の第3試合タッグマッチ30分一本勝負、まずは赤コーナーバルバロッサキャッシー中島組の入場です。曲によって出てきたのは旭川プロレス所属のバルバロッサ、そして新根室プロレスのキャッシー中島選手でございます。さあバルバロッサ選手は、昨日に引き続きですね、お客様に飲み物のプレゼントですね。さあ飲み物をもらったお客様は、この2人を精一杯応援してあげてください。さあ完全に賄賂ですね、瀬戸さん。そうですね、やり方がうまいですね。中島選手はだから PTA のお父さんみたいですね。そうですね。アシスタントです、ね、アシスタントっぽいですよね。さあ新根室プロレスのキャッシー中島と旭川プロレスのバルバロッサです。マスクをかぶっているのがバルバロッサ。ジュースを配り終わったところでしょうか。長コーナー新日本プロレス所属キャッシー中島、同じく長コーナー旭川プロレス所属バルバロッサ。対しまして青コーナーより大門誠ハルチツジロー選手の入場です。さあ入場してきましたは、関東から本日参戦した、カウパー CWP 所属のハルチツジロー選手です。青コーナーカウパー所属ハルチツジロー、同じく青コーナー大門誠。さあ本日第3試合にしてタッグマッチですね。このチーム強すぎませんかね。どっちですか。ハミチツ大門組ちょっと強すぎませんかね。いや私もそう思ってました。まあ、なぜかというと関東から来たハミチツ二郎選手がもう本当最強との名も高い、はい、瀬戸さんも勝てなかった。そうです。はい、めちゃくちゃ強い男。 そして EWA の、はい、僕です。さあ EWA の、30周年イヤーを迎える、大ベテランの大門誠ですね。ただバルバロッサ選手も昨日結構力強い攻撃してたんで。そうですね、結構大門選手と昨日シングルマッチしましてかなり攻め込んでいましたが最後丸め込まれて負けてしまったという感じでしょうか。さあリング上は大門誠とキャッシー中島選手のロックアップです。さあ大門誠を押し込む。さあこの2人も、まあ、指定関係という感じなんでしょうね。大門軍団。そうですね、同じようなコスチュームでキャッシー中島選手が炎の柄をあしらえた通称だ。さあロックアップを崩してきた。さあ完全に大門さんのペースといったところでしょうか。グラウンドに持ち込まれるとなかなかペースに切れませんね。そうですね。さあ両方腕固めてますね。これ珍しいですよ。さあ両腕を固め足も固めていき、さあ動きを封じたところ、これマットに寝てるだけでもね辛いですよね。この4番街大会ね、暑いですからね。はい、スタミナが消耗されるんですよ。さあストッピング。さあそしてフライングベイヤーからさあフェイスロックといったところ、さあキャッシー中島と腕を取り返す。
しい中島選手、やっぱダイモンさんに対してどんな戦いをしていきたいところですかね。やっぱり一発いいの入れたいと思ってるんじゃないですかね。なるほど、まあ、やはりキャッシー先生は打撃と、そうですね、ところでしょうか。はい、さあ打撃といきましても、まあ、ダイモン選手はいいですけど、まあ、そのコーナーに控えている半道筋郎選手も、まあまあ、鬼のチョップといいますか、さあ、いと思います。さあなかなか青コーナー手ごわいといった感じでしょうか。さあリング上はグラウンドで、さあヘアヘアと言ってますか、全くヘアのないダイモン選手がヘアヘアとレフリーにアピールしています。さあ、まあ、その辺もなんかベテラン特有ですね。そうですね、はい、さあネックロック、またこの締め方もやらしいですね。そうなんですよね、見たことない締め方をいろいろされるんで。さあヘッドロックに切り替えた。さあダイモンのことヘッドロック、さあヘッドロックの場合、ダイモン選手の場合ヘッドロック全てかからないんですけど、キャシーさんの場合はですね、ちょっと毛が生えてるので結構ガッチリこう決まるんですよね。そうです、3度目程度にちょっと生えてるんで、なるほど、ここに引っかかる感じですかね。はい、さあおっとヘッドロックでレフリーの見えない角度でナックル、これは反則ですが、うまいといったところでしょうか。これもベテランの技なんじゃないですか。ああ、そして関東から参戦の半道筋郎、さあこの強い男、さあさあヘッドロック、かなりこの2人の戦いも楽しみですね。そうですね、はい、さあキャシー中島コーナーが近い。さあバルバロッサ選手にタッチしたいといったところだが、さあこの辺のグラウンドといいますか、腕の取り合いの対応もやっぱりハメツ選手うまいですね。打撃も強いですけどグラウンドもできますからね。さあ、まあ、何でもできるといったところでしょうか。さあバルバロッサ選手タッチがしたくてこう手を伸ばしますが、ハメツ選手もコントロールがうまいですね。さあそしてコーナーに振り、さあタックル、さあすごい衝撃音が響き渡りましたが、そしてもう一度すごいですねこの当たり。そうですね、キャッシー選手も当たり強いですからね。はい、キャッシー選手も負けていない。さあおっとすごいキャッシー選手がさあ打ち勝ちましたね。はい、すごいですね。はい、さあそしてコーナーに押し込まれ、さあバルバロッサ選手にタッチ。いや、にしてもキャシー選手完全にこう破滅選手に対してタックルで打ち勝ちましたね。昨日も結構打撃強かったですからね。はあ、さあそしてこのバルバロッサ選手も破滅選手に対していきなりビンタと、さあちょっと怖いもの知らずなところありそうですねこのバルバロッサ選手。そうですね、さあ手四つ、さあ完全手四つ、さあ手4つから、さあガットショット、腹を蹴り上げ、そしてロープに振り、さあ振り返されるところ、おっとドロップキックです。おっとラリアットをかわし、おっとジャンピングに、なかなかバルバロス選手も、まあ、EW2 戦目にしてかなり相手の動きを読んでいるといったところでしょうか。そうですね、果敢に攻めてますね。ザッとチョップ、おっと来いよと、おっとビンタです。さあビンタ、さあ顔面に強烈ですね。さあハミチス選手も引かないですからね。さあおっと、おー効いてないと。さあバルバロス選手も効いていないと言った表情でしょうか。さあバルバロッサ選手もなかなか強いですね。そうですね、はい、打ってこいよ、ほらと素肌じゃない分ちょっとダメージが和らげられてる。さあかわした、さあかわしたがちょっと後頭部に入ったといった感じでしょうね。そうですね、さあ少々噛み合わない、初対決だけあって少々噛み合わないと言いましょうか。さあさあここでバルバロッサ選手に、ハミチス・ジロ選手捕まえてタッチです。さあダイモン誠、さあ昨日もこの2人 対戦してるんですよね。そうですね、ダイモンさんの技ありという感じで終わりましたね昨日は。さあ昨日は
まあ、結構バルバロッサ選手が攻め立てたんですが、大門誠選手が丸め込んで、昨日勝っているという感じですよね、はい、さあそしてグラウンドの引き込み、おーっとこの座り込み式のコブラツイストかなりきついですよね。さあバルバロッサ選手もかなりちょっと無理やり逃げたといった感じでしょうか。ちょっとあの逃げ方どうなんでしょうね。ちょっと初めて見ました、はい。まあ、ちょっとこう足を蹴り上げ、さあグラウンドに行ったところ、さあローブブレイクと、さあやはりこのグラウンドをかなりバルバロッサ選手警戒しているんでしょうか。もうちょっと付き合わなかったですね。昨日の教訓を生かしたんじゃないですか。なるほど、学習しているといったところでしょうか。さあさあエビ固め、さあ簡単にはこう倒れない、さあバルバロッサ選手も付き合おうとしてないですね。おっと下から三角締めでしょうか。さあフォールです、フォール、フォール入っております。ワン、ツー、さあフォールです、フォールが入っています。さあ下から攻めるというのはやっぱプロレスでは総合格闘とかではよくあるんですが、まあプロレスはやっぱフォールがありますから。そうですね、油断すると取られちゃいますからね。そうですね、さあ大門選手足を取り、さあここでフロントのデスロックですね。さあこれかなり痛いですよ。おっとキャッシュ選手がここでパッとですが、大門誠選手取りません、離しません。さあデスロック、これどうなんですか、瀬さん痛いんですかこれは。あ、これはかなり痛いですよ。なるほど、まあ、ちょっとこの痛みが伝わらないといった方はですね、家に帰ってお母さんとかおばあちゃんとかにかけていただけると、まあ、ちょっと反応でわかるかなと言いますでしょうか。さあここでロープブレイク、さあ大門選手足に標準を絞ったといったところか。さあレッグドロップ、もう完全にこう足に標準を絞ってるんですね、はい、地獄から抜け出すのはなかなか大変ですね。なるほど、さあこのねちっこい地獄と表現しました。さあダイモンの足攻め、さあバルバロッサ選手もマスク越しでちょっと表情は見えないですが、ちょっと苦悶の表情といった雰囲気が今出ましたね。そうですね、はい、さあ手4つ、さあ倒し、さあどうでしょうか。さあ上にマウントポジションから、さあさあ上に乗り、さあどうなんでしょうかね、攻めあぐれてるといったところでしょうか。そうですね、大門さんディフェンスなんでしょうかね。そうですね、さあこれ足を取られ、さあ大門選手がだんだんじわじわとさあ上に乗り返して、さあ逆に上に乗りました。おっとこれは肩固めが入ってます。さあ大門選手の肩固めが入ってます。さあ自分の片腕がこう頸動脈を締めてしまうんですよね。あんまり長く食らってると落ちちゃいますからね。なるほど、さあちょっと苦しいかバルバロッサ。さあ完全にグラウンドで対応できていないといったところ、さあ先ほどの攻めた肩口に標準を、今度は腕に標準を絞っていったところ、さあこうして、無理か、おっとそしてレフリーチェックと、赤コーナーにキャッシー中島のカットを許しません。さあおっと誤爆です。さあ有吉選手誤爆だ。さあこれはまずい。さあそしてバルバロス選手がドロップキック、さあアホとセコンドからアホという蹴りが飛んでいます。さあそしておっとビッグブーツ、さあそしてコーナー捕まえてハウチスロー、ブレンバーソン、さあそしてフォール、ワン、ツー、さあカウントはツーです。さあ見事逆転したかといったところ、さあタッチしてキャッシー中島が出てきた。さあ完全に赤コーナーペース、やばいやばいやばい、さあバルバロッサコーナーに上がれと
さあそしてバルバロッサがコーナーに上り、さあ昨日でしたかフライングロンディーに行く、さあ素晴らしい、さあ昨日の中にヒットした、さあそしてファウルに行く、ワンツー、さあこれはカウントツーです。しかしいい攻撃ですね。いいですね、あのネイルキックは。はい、さあ完全にペースをつかみキャッシー中島にタッチをしました。さああとは決めるだけだキャッシー中島。さあそしてボディスラム、自分より重い相手を投げていった。さあそしてボディプレス、ワンツー、さあ反撃出場かなり苦しいですね。おさあそして逆襟固めだ、ハミツジゴール、キャッシー中島の逆襟固め、おっとこれかなり苦しいんじゃないですか。苦しいと思いますね。珍しくハミツジロー選手が攻め込まれてるといった感じでしょうか。なかなかないですね。さあ少しロープが近く、ロープブレイク、さあハミツジロー、ロープブレイクかなり苦しい。さあ珍しく攻め込まれているといった感じでしょうか、羽口次郎選手。そうですね。さあそしてキャッシー中島チョップ、おっとこれは羽口選手の土俵じゃないですか。これはもう来ますよ、強烈なのが。さあ目には目を、歯には歯を、チョップにはチョップを。さあさあ打てば返ってくるんです、強く打てばそれ以上に返ってくる。さあ自分も苦しい、しかし相手も苦しい。さあどっちが打ち勝つのか。さあちょっとですね、またあの追い越しが来ておりますので、またちょっとお客さんですね、またお見越しの通り道を少し開けていただけると、ありがとう、よろしくお願いします。さあそしてチョップ、チョップ、そしてそっと、さあ無双、さあダイモン選手のカットが間に合った。これ結構チョップ負けてなかったですね、キャッシュ中島選手も。そうですね、さあキャッシュ中島決めるぞと、バルバロッサにカットに行けと。おっと食事のラリエット、ハメチズジローにも意地がある、ツー。さあさあショートレンジのラリアット1本で完全にペースを掴み返して、ハミチズジロー、さあキャッシーもチョップで打たれて苦しい。そしてラリアット、さあバシッとの音が決めた、ワンツー、おっと、さあ拍手お願いします、お客様拍手お願いします。さあキャッシーだけじゃ返した、そしておっとこれはデッドエンド式、ジャーマンスブリックス、ワンツースリー。さあ素晴らしい100点満点のジャーマンスブリックスですね。すごいブリッジでしたね。はい、やはり前線はしましたが、この赤コーナータックキャッシー中島選手かなり惜しいところまで行きましたね。赤コーナーで追い詰めるのはちょっとすごいと思いましたね。ああ昨日のメインイベントでもかなりいい戦いをしたキャッシー中島、2日目はちょっと繋げることができませんでしたが、まあ、かなりいい戦いをしましたね。ええ、よかったと思います。さあおみこしが飛んでいますので、ちょっとリングサイドの方までちょっと前に詰めていただけると助かります。さあ4人に盛大な拍手をお願いします。